今回は、現在開催中の天下統一戦の動画やよ。レビューは、旧コスト、最大式12、復活時間短縮。この3つのレギュレーションが、すべて噛み合うカードがアンコモンかゆ。計略の味方撤退と復活短縮は、相性がいいし。旧コスなら、イグニーの数も用意しやすいし、全勢力から復活持ちを採用できるよ。そういったカードにもスポットを当てやすいのが統一戦のいいところやし、この機会にプランはなかなか使ってやれないカードを使ってみるのも面白いと思うよ。諦めよ。うわ、だ、騙された。お買いも買い。共に来たまえ。払え。払え。まだいける。強くなって復活だ。この猛角様は転んでもただじゃおきんぞ。諦めろ。お相手の兵力管理上手すぎて、ここでゲージを稼がれて足並み揃えられた時点で普段ならほぼ負け確やけど、復活の早いこのレギュならここでまたラインを上げられるよ。諦めよ。諦めよ。強くなって復活だ。縄文勝機で一脚3割叩き出せるよ。復活が早いからこそ撤退覚悟で高コストを縄文にぶん投げできるのは爽快やな。我が前には天井への道が敷かれている。共に来たまえ。ボーム解放。マスター。強くな
なって。どこに逃げても無駄よ無駄。おそらく邪魔なと隠れたな。止めるな。託した師匠。こいつお邪魔虫。太陽消える。届きなやつめ。私のこと嫌い。大悪の解放。天井への道が敷かれている。ミッドサイクルで高調節効果、おそらく城壁で足りるはずやから、亡霊デッキに投じやすい台から狙うよ。ゾウさん一緒に敵ぶっ飛ばすぞ。ご視聴ありがとうございました。普段やとかなり扱いづらいカードやけど、このレギュレーションなら一気に強いカードにまで跳ね上がって感じたよ。